こんにちは、自転車です。自転車です、こんにちは。今日はですね、東京地方裁判所で3回目の証人尋問をやってきました。はい、はいはい、証人尋問の対象者は自転車の2人と、あとは、解放同盟から1人、1名、K 君ですね。はい、K さんですね。まあ、燕二郎。燕二郎さんならまあいいでしょう。燕二郎さんの本名じゃないから。で、まず最初が私ですね、はい、私宮部が証人尋問の対象となりまして、はい、それで最初に裁判官が質問するんですね。ただ裁判官が質問するって言っても、こちらからね、裁判官にこういうこと聞くようにっていう感じでね。これ普通の民事訴訟だったら弁護士がやるんですけど、普通は弁護士がついてないんで、それで裁判官が聞くっていうことになりました。本人訴訟ですね。そうですね、本人訴訟なんでもうそうするしかないんです。でどんなこと聞いたかな。書面がない。ちょっと、なんだっけ、蚊がいるんだよ。まずね、裁判官から聞かれたのは、まあ、ここは事務手続きとして、単純な手続きとしては、陳述書はあなたが書いたものですかと。であとはね、まあ、あなたは被差別部落出身者ですか、童話地区内被差別部落出身者ですかっていうふうに、まあ、これもこっちは用意した内容なんですけども、まあ、もちろん、はいと答えましたよ、うん。はいと答えたら、それも後ろからやじ飛びましたね。今回は、ちょっとおかしいなと思ったのは、絶対今日は私たち2人出るから、証人出るから、まあ、明らかにもう、向こうとしてはもう、やじ飛ばすの、やる気満々だったから、最初に裁判官にちゃんとその言うべきだったんだけど、そのヤジはちゃんと静粛にしてほしいということを言ったんだけど、はい、途中言わなかったのか。あ、言ってない。あのね、ヤジ飛ばした時に僕は言ったんですよ、ね、退廷させてくださいと。ただまあ結局退廷はねさせなかったんだけど、うん、裁判官、裁判官は今日変わったんですよね、うん、中村心さんかな、うん、中村心さん前か、一番最初の裁判官は結構こわもてな人だったけど、なんか結構ね、割と向こう側がなんか割とこういろいろとごねごねこう、要するに演説めたことしだすと、あ、それはもういいから、それは事務所に出してくださいとか、もう割とこうバシッとこういうような感じの人でした。そうですね。で、2人目の裁判官はなんか裁判官によりちょっとタレントでもやった方がいいんじゃないのっていう感じですね。ちょっと裁判官らしくない。あのバラエティなんかで、何言ってんですか先生みたいな感じの役 の弁護士みたいな、そういうタレント弁護士で。今回の裁判官はちょっとまだわかんないかな、なんかちょっとよくわかんない。でも中村心っていう名前聞いたことがあるんで、なんかちょっと名前は結構美しい名前の感じなんだけど、割とこう見た目はなんだ、ちょっとオタクっぽいというか、まあ、ちょっとそんな感じ、あのてっちゃんっぽいみたいな感じ、感じなんで、ちょっとどうなるかな。ただまあ大抵とかそういうことはさせなかったし、まあ少なくとも回しビシバシ言うタイプではないですね。いや、ショックだったのがね、要するにそのなんかなんだっけ、なるべく丁寧に聞きたいから、できるだけ静粛にしてくださいって言ったんだけど、いや、できるだけじゃないじゃないですか。できるだけなんて黙っとけっていう。黙るってことなんだけど。ただ、それ、あれか、どこの裁判所も最近そうなんですかね。結構緩いんですかね、裁判所。だって、こんなもんなんてもう、携帯普通に写メ撮ってる、普通に写メ撮ってるし、普通に、ヤジ飛ばすし、ヤジ普通、いびきかく、それから何、LINE やってる。まあ、そんなもんで、最後、何千円って言うらしい。あ、うん、だからプロ市民相手にあんま毅然と出ないっていうところがあるのかな、今。プロ市民はもうとにかく言わせるだけ言わしとけみたいな。で、次の質問がね、次の裁判官の質問が、あなたはブラック差別受けたことがありますかなかって聞かれたんだけど、まあもちろんもう見たことがあるどころか、自分が今差別されてますって言ってね、全国ブラック調査 出版禁止されましたと。まあ、ブラック民がね、ブラック自分の場所を調べて出版したら何がいけないのかと、じゃあ平家の中度ブラックの人間だったらこんな仕打ちをするのかっていうことをね、まあ、堂々と言ったんですね。なんか向こうの弁護士さんの一人、若い人は割とこの先活動家相手の弁護活動をやっていきたいような方で、割とこうちょっとこうなんだろう、主任弁護士の方が割とこうなんだろう、落ち着いた感じなんだけど、 そうですね、そっちの若い方がなんか割とこう、まあまだまだ、あなたはまだそんなこと、うん、ちょっとね、まだまだっていう感じで、ちょっと落ち着きがないのかもしれない、うん、なんか、うん、あのタイプはね、あんまりこう逆に、例えばね、福島みずほの旦那の海道雄一って言うんだけど、はい、あの人なんかね、それもプロ中のプロだから、そうです、例えばデモなんかやってて警官がなんか言われると、普通のね、はい、波の活動家は
すぐにね、警察にね、あ、なんだっつって言って、転び行こうみたいなさせられて、はいはい、あの、しょっぴかれるみたいなのあるんだけど、はい、カイド弁護士はすごいのはね、あ、どうもすいません、弁護士はちょっと、あ、ちょっとって言って、もう、ほんとね、その辺がもう、すごいうまい。そういうタイプはやっぱ怖いんですかね、そう、一番怖いですよ、あの、うん、あの、キャンキャンはめくのなんて、別にほら、あったじゃない、あの光氏裁弁護士とかも、ね、はいはいはい、キャンキャン言うやつもいたんだけど、やっぱあの安田弁護士とかの辺はね、こうなんかもう黙々とこう淡々と主張を述べていくっていうタイプはやっぱり、はい、うん、怖いですね。あとはまあ全国部落調査をどうやって手に入れたとかね、部落探訪の目的はないとか、部落あるいは童話地区をどのように特定しているとか、まあ、この辺はねもう説明しなくてももう視聴者の方はご存知と思いますので、うん、であとはまあ全国部落調査でどんな工事だったとか言ったけどね、まあ、むしろ我々を応援する人がいっぱいいるということをちゃんと答えておきました。あとはこれはどっちかというとまあ事実関係に関して、最初に、ね、西島書記長と新宿で会って、本当に、ね、最初の時ですね、裁判の前ですね、その時に何を言われましたかっていう質問でね、まあ、その時にその部落の人間にボコボコにされるぞみたいなことを言われたってことを、まあそういうことを言っておきました。あと最近部落探訪しましたかっていうことでね、大津の話もね、大津です、はい、三重県津市のね、あの話もね、ちょっと言っときました。その結局ね、その部落だっていうことをね言うと、そこで言葉尻を捉えてね脅すような人間がいるから、みんな言えなくなってしまっていると。ドアで連れてくるぞ、全国のドア連れてくるぞ、ね。そうそう、そんな状態なんでね。だから、ブラックの場所を言えない状態で、じゃあそういう人とどう対抗するんだっていう話ですよね。で特に解放同盟、今回民事訴訟で解放同盟が訴えてるんだから、じゃあ解放同盟側の人間がそういうことをやったからってね、訴えられる心配なんて絶対ないわけですよね。そういう意味で相当今回の件はですね、基本的人権を侵害しているというふうに私は申し上げておきました。あと三品さん、あ、その前にね、当然反対人もあります。解放同盟側からも来ました。まあ、やっぱり向こうが返し合ったのはあれですね、全国、あ、じゃないわ、童話地区域、あれについてお前が全部やってたんだろうみたいなことですよね。全国部落調査、じゃないです。プラス調査と、あと人物関係一覧、鑑定人物一覧、向こうはいろいろ証拠を出してきたんですね。で、まあ、ご承知の通り、全国プラス調査は僕はもう全部載せたんで、そのことはもう載せたって言ってました。で、まあ、雪もうちは管理してるんだろう、最初僕はやったんでね。で、あとは、ただ、解放同盟鑑定人物一覧については、あれは匿名の人はいつまいか書いてた話でね、自分は全然関与してないということは、そういうこともちゃんと言ってきました。だって片岡さんの家族の人、まず大体俺片岡さんって知らなかったか。片岡さんね、別にいいでしょ、ここでは。片岡さんはもうほとんど代表みたいな副委員長ですから。あーってなったのはね、裁判の中で個人名出しちゃいけないんですよ。閲覧制限かかってるから。これはおかしな話なんですよね。いや、たださ、俺あの時思ったんだけど、はい、いや、普段どんな仕事してるかって時にさ、松本龍の記事書きました、原告の松本龍大臣書きましたとかって言ってた。松本龍ぐらいいいんじゃないのと思ったんで、あとはまあ久美坂さんとかね、だから僕もそこは一応代表的な立場だし、まあ普段名前出して活動してるんだから別にいいんじゃないかって思うけど、やっぱ建前を守りたいんでしょうね、だって民主党政権の環境大臣やられてて暴言吐いた人って大体分かっちゃうからね、あと最後の最後だね、僕はね、差別部落出身だって言ったところに、ことに、やたら、噛みついてました。わーっつってみんなで、前島城のね、なんか、嘘つけやね、部落と部落でないところがあってって、もう、と答えたのはね、そんなんね、いや、そんなこと言っちゃいかんしね、そんな、島城だって、昔は、そんな、ね、枝子があったかもしれんけど、今そんな関係ないことじゃないかって言ってね、僕は言ってね、それで、いや、だから、僕はそれでも部落出身でだって言って、言っときましたよ、下味の部落出身だって言って、それで向こうがなんか、嘘ついたら、過料を掲載されるけどいいのかって言ったら、じゃあいいよって言っといた、というような感じでした。私の方は、特にその、全国プラス調査の話はほとんどなくって、第2回口頭弁論の時に川口君に抗議して、抗議というか、まあ、ちょっと話させてくれて言って、ね、そしたら向こうがなんかヘッドロックかけてきたとかなんとかって言って、まあ言われたもんだからね。いや、あの時確かあんたちゃんと思い出してくれと、警備員すぐすっ飛んできて、すぐ剥がされたよっていうことを、
行ったんで、じゃあ裁判所にちゃんとね、その警備の記録見せてくれって頼む、まあ、あなたプロレス好きだからとかって突然弁護士が言いました。まあ、だからね、あれ、燕二郎君のことについては、こっちが反訴してるからね、集会から追い出したらいろいろ妨害してるってことで反訴してるから、まあどっちもどっち論に持ち越していけばいいのかなっていうことだと思いますよ、向こうとしてはね。ただ自分はやっぱりこう、何回もね、例えば自分、自転車の関係ない人まで、例えば、お前自転車かみたいな感じで、どういう関係あんだみたいな感じでね、そうやって接ついてきたりとか、そういうことがあったんで、そこはちゃんと抗議、非抗議というか、まあ、そういうことがありましたってことは、ちゃんと。ミサさんの場合は、あとはまあ自転車にどれだけ関与してたのかっていう、そうですね、あれを、まあ、ドア地区行きとか全国部落調査の出版にも、ミサさん関与してたんじゃないかっていうことなんですけど、まあ、そこは実際そういうことはないんで、なんだろう、最初の設立の経緯の時に、これで、弁護士も言ってたけど、指摘、それ、あんた最初代表じゃないのみたいなこと言ってたんだけど、なんか、最初のね、童話と在日の第1号に発行書の責任、発行人が私になってるんだけど、これはね、どういうことかっていうと、なんか、そしたらなんか打ち切られたんだけどね、突然。そうです、経緯。ああ、そうそうそう。いや、要するに、最初、電子出版をやろうって話になった時に、宮部さんは、頭が出版っていう名前を考えて、あ、そうそうそう。で、僕は自転車って名前考えて、さあ、じゃあやろうってなったんだけど、頭が出版って言っても、なんかほら、説明にめんどくさいのと、あとなんか、ひらがなじゃちょっと重みがないっていうんで、じゃあ自転車にしましょうっていう。頭がってね、あれ、携帯で打ち込みやすいっていう、それだけのことだったんですよね。ね、はい、で、だけどやっぱりこう、出版社だから、ちゃんとその、なんか理念みたいな見えたものをやろうってことになって、そんで、まあ考えた一応自分が、まあ代表って、で、しかもその時はただの野望というのかな。そうですね。うん、なんで、別に。まあその後法人化したんですよ。ね、まあ法人化した時は、結局僕は全部とかほとんどやったんで。そういうことですね。だからまあ実質的にもう今は、まあ、名目上も実質上も今こっちは代表ですよという、まあそういう。まあ、そもそも合同会社だから代表社員ってことでね。そうですね。はい、でね、次に、燕二郎くんですね。燕二郎くんの、尋問なんですけども、最初、まあ弁護士から、質問、ここはもう面白くないです。陳述書の通りです、うんうんうん、ほとんど陳述書の通りなんで、まあ、どうしても知りたいっていう人は裁判に、陳述書は確か閲覧制限かかってないんで、裁判所で多分見れると思うしね、はいはいはい、どうしても深い関心を持つ人は、言っていただければ見せてありますので、でそれでこちらからやっぱ質問するわけですね、こちらからも。僕、気になったのは食料なんですよ、燕二郎君の食料。山口県人権啓発センター事務局長、あとブラック解放同盟山口県連、県連の職員、事務局をやってるって言いましたね。これなんで気になったかっていうのは、やっぱあの人はそのこれね、その理念というよりやっぱり生活のためにじゃないですかっていう、うん、だからあとなんか他に職業を持ってるわけじゃなくて、もう専従職員ですよね、これ。で、公園とかでお金稼いでるから、ぶっちゃけさ、オクラみたいに出てもらえると商売上がったりになるから、まあ、そういうことじゃないのっていうことは僕は兄に聞こうとしたんですよ。まあ実際、燕二郎くんはその、まあ、団体職員ですよね。それとね、もう一つ自分もう一回ね、これなんか最初、はい、文書なんか文書出そうかと思ってんだけど、昔ね、紫太郎の記事書いたやったでしょ、はいはい、その時ね、77年か75年、ちょっとあの記憶が定かじゃないから言っちゃダメだけど、70年代に解放同盟 の、 あの山口県連はね、もう解散しとるんですよ。はい、でだからあそこは人権連が強い。再結成したもんね。そう、で人権連が強くて、そのまあ、早い話、紫太郎、紫一族が強いわけですわ、影響は、ね、山口では。で、それでね、あんたがいきなりそんなの作っちゃったら、また、まあそのことは聞かなかったんだけどね、まあ、ざっくり分かったのは、一般社団法人山口県人権啓発センター、これ社団法人したの、はい、になったのは2017年、はい、ただまあ1990何年ぐらいからずっとあるんですけどね、それが、解放同盟山口県連と、まあ、実質的には同じ場所であるわけですね。で山口県人権啓発センターはもうこれは神奈川県人権啓発センターと大して変わらないんです。私的団体ですね。行政のなんかその職員とか入ってるわけでもないし、行政からお金をもらってないって言ってました。ただまあね、そういう県の審議会っぽいところにはなんか人を出してるみたいなことはちょっと自慢げに言ってましたね。それと活動が10人以上って言ってましたね。あ、そうですね。支部で10人以上。で、県連だとまあ100人は一応超えてるっていうことなんですね。あとはですね、あ、飛鳥会時点でも聞いてみたんですけど、あの人は大阪市内の部落で、新大阪の、なんだかな、人権。
か出て行った後とか言ってましたね。そうそうそう、うん、あのね、だから飛鳥会事件があったから出て行ったっていうわけじゃなくて、2005年にそのまあ多分あれじゃない、奥さんのことなのかな、その大阪から出て行って、その後に飛鳥会事件があったっていう、この時系列としてはそういうことだそうなんですね、うんうん、あとまあ、燕二郎君がなんで部落から部落に渡り歩いてるんだっていう、これ単純な疑問なんですよね、うん、だっておかしいでしょ、だってそんな差別されるしんどい思いになっているのに、なんでわざわざ部落から部落に渡り歩いてるんだって思うけど、なんだっけ、円形 脱毛症になるほど、うん、なんかその苦しいんだみたいなこと言ってたけど、だからちょっと言ってることをやってることが違う気がするんだけど、やっぱ部落あれはわざとやってるそうです、うん、部落だっていうことを、なんかこ、まあ、誇りに数的な、なんかそういう、そうそうそう、部落に入り込んでる、だからそのそこの解放同盟の支部からいろいろ聞いてね、ここブラフだって聞いて、それでそこに移り住んでるっていうことなんだけど、これもどうなのかなと思うんだけど、でもまあそういうことだそうですよ。やっぱ想像通りですよね。で、先祖の身分、これはもう解放同盟にはもう何かについて僕は聞いてるんだけど、やっぱ先祖の身分はわからないそうです。わかんないと思うんですよ。あくまで何世代か前にその場所に住んでたっていうだけの話で、じゃあ身分がわかるっていうものでもないですね。まあそういったところです。あとこれはやっぱりね、あの燕二郎君の尺に触る質問なんだろうけども、全国部落調査が原因で自殺者出ましたと、なんか被害が出ましたっていうところなんですけども、まあそこについてはまあさすがに自殺者とか出てないし、いやだってね、例えばね、 昔その滋賀県で解放同盟の名簿流出事件が起こった時に、まあこれは大はっきり言ったら事件者の第1号のまあ仕事と言っても過言ではないんだけども、1000件近く出たんです、ね、そうそうそう、1000件近く出てね、じゃあそのね、毎年ね、琵琶湖でね、10人ぐらいね、ブラック差別で死んでるっていうのを言ってるのに、まあ、じゃあその名簿で誰が死んだって話ですよね。だからそこはちょっとおかしいところで、そうですね、まあ燕二郎君が言うには、一応その全国部落調査が原因でね、身元調査されたとか、そういう相談は来る。ただじゃあそれが実際で破談になったとか、具体的に被害が出たっていうことまでは言ってないけども、まあ身元調査はされたっていうようなことだそうです。これね、あのちょっとね、身元調査ってもちょっとこれあのインチキワードみたいなところがあって、この間のね、兵庫のおばさんいたでしょ。あ、兵庫の、はいはいはい、あの人なんか伊丹ですね。あの人落書きがあるって言ったけど、最後死ねとかって言ったら、どんな落書きですかって言ったら死ねとか。ああ、そうなの。それ関係ないよね、一般的な落書きだって。そんなこの辺だってね、死ねだの何なの、これ裁判のね話とはまた別の話だけど、うん、なんか倉吉でね、独上寺の道修練のパンフレットに、こんな落書き、得たという落書きって書いてあるんだけど、うん、なんだっけ、よく落書きあるでしょ、こう、なんかヤンキーがやるようなスプレーで、あれね、エタじゃなくてね、EIA なんですよ、どう見ても。なんでもこれ、I じゃないのって言って、EIA じゃないのって、これ、エタって読めるって言って。ちょっと強引ですね。EIA じゃないの、うんうん。まあ、ああいうのってね、ちょっとこう、縄張りの目印みたいなもんだから、うん、あれ、多分の差別落書きじゃないなっていう。うん、だと思う、うん。だからまあ、まあそんな感じで、何でもね、差別っていう風に言っちゃうんで、まあそこをどこまで信用するかですね。はい、ということで今日の呪文、そんな感じでしたね。はい。ということで今日の裁判報告っていうのはこのぐらいでいいでしょうか。なんか暗くなってきたし、蚊が、さっきから蚊が出るし。巣のことも話そうと思ったけど、あれか。これは記事でまたやっていくんで。うん、巣のことはね、また記事でやっていきます。今週もう一回、多分水曜日かな。出しますんで。記事出しますので、ぜひ。よろしくお願いします。もう筒の方はね、もう救援要請みたいなのが来てるんで、いやただ一言だけ言っとくとさ、やっぱりね、なんだろう、とにかくね、これ大げさじゃなくて本当にすごい来るんですよ、いろんな意見とか、なんかもう告発文みたいなのがいっぱい来て、日々で、普通ネットに書いてある情報って結構掲示板とかで嘘、そう、結構、なんかこう、いろいろとね、クソもミソも一緒みたいなのがあるんだけど、あそこに書いてある掲示板でもこう、ほぼもう 100% 真実ですよ。爆災のね、爆災の津市雑談で警察車両出てくるんで、本当の、ね、本当のことなんだ、あれ書いてあるのは。本当ですわ。100%。で、あれガチで職員が書いてると思う。うんうん、だからすごいですね、爆災はね。だから面白いと思う。で、ね、ただ、そういったことって本来ね、地元の新聞とかに投書すればいいものをね、投書というか、なんか意見垂れ込めばいいものを、あれができてないっていうのは、なんか、それはされないっていうのは、思ったのはね、もう2チャンネル、5チャンネルの時代が終わって、次は爆災ですね。爆災ね。もう、
まあ爆災っていろいろね悪いって言われてるけどね、もう5チャンネルの10倍ぐらいあそこは汚い、汚いって言ってね。あのね、和歌山市のね爆災とバネット、これもうあのすごいですよ。爆災ってあそこはブラフどうなのっていうのも平気で載せますからね。あそこは2チャンネルはね、ひろゆきがへたれてしまったけども。ということで、今日の裁判報告はこの辺りにいたしたいと思います、はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。